皆様、こんにちは。こんにちは。早いもので、はい、今度皆さんとこうお会いする、ご覧いただくのは、はい、もうひな様ですね。3月3日ね。ね、もう早いもので、本当3月で、これからどんどんね、あの日が長くなってきて、暖かくなってくるし、いよいよ春本番ということで。そうですね。はいはい、あのささやかですけれども、我が家にもおひな様をいたしました。はい。はい、じゃあ、早速ね、はい、あの記事のね、はい、ご紹介させていただきましょうか。はいはい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。で、こちらはですね、フィンランドの記事でございます。だから一見、フィンレーソンのようにも見えるんですが、特にフィンレーソンのタグとかロゴはございませんので、ちょっとメーカー不明ということで、はい、販売させていきます。はい、白地に黒の模様、赤、はい、ワンポイントで、なかなかいい、うん、シンプルなね、シンプルな秋のコーナーになんか、はい、でございます。で、こんな長いです。大きいです。はい。はい、で、左右が耳で、はい、上下が縫製されていて、はいはい、こう、紐というか、通せるように。まあ、ちょっと細いですけどね。ちょっと細いけど、うん、そんなような感じになってます。まあ、ちょっと袋状に縫ってあります。はい。はい、で、まあ、お部屋の仕切りにしていただいてもいいですし、こういった形テーブルクロスとしてもおすすめでございます。素敵ですね。素敵ですね。なかなかね、うん、いいですね。コンディションはとてもいいですよね。あの特にシミとか毛羽立ちもございませんで、はい、大変良好なコンディションでございます。はい、で同じものが2枚ございます。はいはいはい、詳しくはまたホームページの写真とかコメントをご覧いただければと思います。はい、はい、でこちらは、フィンランドの生地でございます。ちょうど90センチの耳から耳で90センチ幅の生地で、上下があのカーテンのように縫製されてて、はい、上がちょっと袋状に幅広く縫製されております。はい、お鍋の絵とか、うん、ヘラとか、うん、いろんなこうキッチンのツールの絵が描かれてますね。かわいいですね。なんか楽しくなってくるような感じ。うん、で、あの一見レッドに見えるんですけれども、ピンクが入ったようなね、うんうん、非常にいい色合いの生地ですね。はい、秋のコーナーになんか、うん、ちょっとこうあのキッチンにいいですね。こう目隠しにみたいな感じでしても可愛いですよね。まあ、フルで使ってもいいですし、こう、まあ、ご自分で切っていただいて、また加工していただいても結構ですし、で生地コンディションもシミ汚れ毛羽立ちも一切なく、大変良好なコンディションでございます。はい、でこちらも2枚、うん、2枚ございます。はい、まあ、テーブルクロスとしてもそうですね。ここ人がちょっと幅が足りないですけどね。そうですね、うちのテーブルがちょっと大きいので、うん、こういった形でもいい感じですね。うん、なんかとてもいい雰囲気です。はい、はい、よろしくお願いします。でこちらは、マリメッコ石本藤代さんの、布でございます。はい、ですね、カステという線、うん、はい、1980年の生地になります。のヴィンテージ生地でございます。はい、あの遠目にはちょっと分かんないんですけれども、グレーとピンクのような模様で、あの雫という名前意味らしいんですけれども、雫のような感じの、はい、ちょっと遠目にあの見えるような非常に爽やかなパターンでございます。ここ春のなんか柔らかい感じがしますね。柔らかいなんか春の感じがいたしますね。はい、お部屋の仕切りもいいですし、まあ、テーブルセンターとしてもおすすめでございます。で、あの上下ちょっと縫製されてますね。はい、なんですぐお使いいただけますね。はい。はい、左右が耳で、うん。清潔感もあっていいですよね。ね、いいですね。うんうん、もうちょっとパステル調で。そうですね。はい。はい、柔らかい春の日差しのような、うん、柔らかい、はい、感じがします。コンディションもね、大変良好でございます。はい、はい、こちらはムーミンのヴィンテージ生地になります。はい、いろんなムーミンがこう書かれてますね。楽しそうですね。ね、
太鼓叩いてたり、はい。お部屋のなんかこう壁に飾っていただいたのがいいですよね、うん、いいですね。雰囲気がすごい、うん、お部屋の雰囲気が柔らかくなってなってきますね、うん、で上下左右が切りっぱなし、切りっぱなし、はい、四方切りっぱなしで、こういう感じでテーブルにも、うん、ちょっとお子様たちのパーティーとかにもいいですね。いいですね。うん、なんかとても賑やかで、はい、はい、決まりも踊り出しそうな感じがいたします。はい。はい。はい、こちらはマリメッコのヴィンテージ生地になります。はい。石本藤雄さんの、1993年の作品で琴というふうになります。非常にヴィンテージ感があって、あれでも生地はね、しっかりしっかりとしたものですね。ただここに2箇所汚れがございますので、こちらもう一回商品詳細の方よりご確認ください、はい、で四方が縫われてますね、はい、耳含めて全て4点縫製されております、うん、お部屋の飾り、また、テーブルクロスとしてもお使いいただきます。これもなんか柔らかい感じがして、うん、全体的にトーンを落としておりますんで、うん、落ち着いた感じの、ずっと長年にわたって飽きの来ない感じでお使いいただけるのかと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらは、ボボッコの布でございますハモってしまいました。はい、もともとご存知のように、もともとマリメッコのデザイナーさんだったんですけれども、その後独立してね、うん、ご自身のボッコというブランドを立ち上げて、はい、ボッコの、生地になります。1976年のヴィンテージ生地になります。生地質はすごく厚手でね、しっかりとした、昔のやつしっかりとしてますの で白地にオレンジのライン、もうそれだけ、非常にシンプルな、うんうん、彼女の作品ってこういうラインものが多いんですね。多いですよね。ラインだけっていう中に究極の本当シンプルなデザインですね、はい、秋の子の、はい、で、カーテンのように上がちょっと幅広に縫われてて、下も縫製されてて、左右も耳を含めて縫製されてるということですね。はい、で商品詳細の方にもご説明いたしますが、ちょっと遠目にはわからないんですが、グレーっぽい汚れ、影のように見える汚れが何箇所かに下の方にもございますので、はい、そこら辺のご確認ください。はい、ちょっとね、色の退色が一部、うん、そうですね、はい、あとごめんなさい、あとちょっと分かりますかね、左右のこの辺、向こうも同じくこの辺に、色の退色がございます。ヴィンテージにしてはコンディションは良好ですよね。良好ですよね、うん、ちょっとテーブルの上に、はい、こんな感じで、いいんですよね。すみません、もうハモっちゃいました。気持ちが入っちゃいますけれども、はい、はい、なかなかお目にかからない、そうですね、はい、ボッコ自体がなかなか入ってこないですが、はい、はいはい、よろしくお願いいたします。でこちらはフィンランドのメーカー不明でございますけれども、うん、古い布ですね、はい、ちょっと柔らかくて疲れてるような感じの古い布でございます。でベースがベースというかイエローとライトグレーのストライプでございます。はい、そうですね、はい、ではこれからの時期ですね。ちょっとこうテーブルに、はい、何かテーブルクロスでもいいですし、リメイクに ね使っていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。でこちらも同じくイエローと、ライトグレーのドット模様ですね、になります。こちらも生地質、ちょっと柔らかくて疲れてるような古い布でございます。はい、はい、ドットのグレーのドットが小さくて可愛いですね。可愛いですね、うん、ドットっていうのはなんかいいですよね。なかなかこう古典柄っていうか、はい、飽きが来なくて、ちょっとテーブルの方に、はい、でもなんかすごい鮮やかでいいですね。なんか清潔感があっていいですね。ありますね、はい、はい、よろしくね。ごめんなさい、ここにですね、ちょっとこの辺にこのぐらいの幅にわたって
折り傷があって破いてるわけじゃないですけど、もともと作った段階で傷が入っているのがございますので、はい、詳細はまたご覧いただければと思います。はい、はい、します。でこちらは、フィンランドの、メーカー不明ですけれど生地でございます。ピン淡いピンクに白い小花、お花模様が連続している可愛いパターンですね。ピンクはこれからの時期いいですよね。いいですね、はい、小物制作なんかにもいいんじゃないかなと思います。はい、テーブルセンター柔らかい感じがしますね。そうですね、はい、でこれが、2枚ございますんでね。はい、はい、よろしくお願いいたします。でこちらマリメッコの生地でございます。以前にも販売したことあるね。はい、ございます。で再入荷でございます。ピンクをベースにしたこうストライプ、何種類かのストライプ柄の生地でございます。はい、これもリメイクいいですよね。いいですね、なんか、うん、こういった形になります。はい、はい、でこちらマリメッコ石本富士夫さんの、1983年、すいません下でした、はい、3年の作品で、コレントになります。はい、白地にあの可愛いお花がいっぱいこう描かれた、うん、可愛いパターンですね。ね、で生地コンディションもあのシミ、汚れ、毛羽立ちなく、うん、非常に大変良好なコンディションでございます。で上と右、私から向かって右が切りっぱなしになってます。で下と耳含んで左側が縫製されています。小物製作いいですね。いいですね、うん、はい、はい、はい、こちらはムーミンですね。そうですね、みーちゃん、ムーミンって言っても、ねのはみーちゃん、みーちゃんとアリさんですかこれ。ごめんなさい、名前が忘れちゃいました。ごめんなさい、はい、でこことこの位置にあの折り目がしっかりとついてますけれども、生地のコンディションとしては大変良好でございます。うん、パネルにしたりしてもいいですね。そうですね、みーちゃんのところとかね、クッションカバーのメインにしたり。いいですね。こうもいいですし、はい、テーブルセンターとしても、ね、かわいいですね。いかがでしょうか。はい、はい、はい、よろしくお願いいたします。でこちらは、フィンランドの、はい、メーカー不明でございますけれども、フィンランドの生地と。なんかテーブルセンターとしてお使いになってたみたいで、そうですね、サイズ的にもで上下左右が全て縫製、あの縫製じゃなくてですね、手縫いなんですね。お母さんが一生懸命祭り縫いして、うんうん、作ったテーブルクロスでございます。はい、きっとどっかで生地を買ってきて ね一生懸命こう祭り縫いして作ったのかな、うん、でテーブルクロスとしてお使いになってましたから、1,2 箇所確かあの汚れが、あ、ここですね、3箇所、はい、あ、ここにもありますね。はい、何箇所か汚れございますので、商品詳細の方からご確認ください。はい、なんかすごいお花が鮮やかでいいですね。いいですね、うん、はい、でこれはフィンレイスンの、テーブルセンターかな。そうですね、可愛いですね、ピンクとブルーと、はい、で生地がコットンなんですけど、ちょっとリネンが入ってるような生地質でしょうか。はい、しっかりしてますね。しっかりしてますよ、うんうん、ただ長年の使用によってあのこの辺にちょっとあのほつれが出てきてしまいましたんで、ここにフィンレイスンのタグがついております。フィンレイスンの製品と、可愛いですよね。可愛いですね、やっぱ春らしくてね、いいですね。はい、はい、こちらは分かりますでしょうか。多分真っ白でしか映ってないと思います。はい、マリメッコムイヤの生地になります。そうですね、歯切りになります。はい、ちょっと生地も薄くてこうハンカチとか、うん、こうなんて言うんでしょう、プラス的なこう生地質になってます、うん、そういう感じのね感じです。で当ショップでもこの白のムイヤは初入荷となっております、うんうん、はい、あとちょっと
見えづらいと思うので、詳しいことはホームページの方の写真とコメントをご覧いただければと思います。はい、全部で4枚かな、歯切れでご用意させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。でもちょっとなんかね、小物制作にもいいですよね。そうですね、うん、光沢感もちょっとあるんですよね。ありますね、はい、こんな感じのこう、ね、分かりますでしょうか、透明感というか、透過性がございます。はい、はい、はい、こちらは2回目の再入荷になりますけれども、フィンランドの、ヨハンナ・グリクセンの、はい、記事でございます。はい、でご存知のように、フィンランドの二重織りのようにこう、まあ、裏と思ったようなリバーシブルなんですけど、うん、この使っている色がちょっと表と裏では反転するんですね。非常に2枚の重ねてるような生地ですから、厚手の生地ですね、はいはいはい、これでおやつマットなんか作ったらいいですかね。いいですね、あとコースターとか、そうですね、ちょっとパネルとか作ってもいいかなと思います、うんうん、小さなパネルでしたら多分作れるかなっていう感じですね、はい、で同じようなサイズが今回、6枚ですね、うん、6枚入ってきましたので、ぜひ、はい、これ色もなんか渋くていいですね。これはちょっとマスタードみたいな色ですね、色合いですね、はいはい、ぜひ、はい、でまた詳しくホームページの方ね、そうですね、写真と合わせてコメントの方をお読みいただければと思います、はい、記事の方は実用係さん以上ですね、はい、以上ですね、はい、はい、販売日の方は3月の5日、はい、あ、違います、3日販売日なんですけれども、3月3日夜9時から21時からになります、はい、ちょっとお雛様の日ですので覚えやすいかと思います。はい、はい、ね、皆さんのねご来店ね、はい、お待ちしてますね、はい、こちらにも出ます、はい、出ますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。